バンドとってみんな生きてるもんだとは思うんですけど、やはり我々は今っていう生き物を扱って仕事をしている以上、やっぱりツアーファーストであるべきだし、そうじゃないと競馬はもう続かないと思うので、スタッフにもね、この胸は伝えましたけど、何かを判断するときに、それは本当にバンドになることなのかということを基準に考えてやってくれって言ってますし、僕自身がその理念を作れない、崩さないとやっていけない状況になるのであれば、調教師は辞めるべきだと思うし、やっぱりそういう考えでできない人は、この世界にいちゃいけないと思うんですよ、これから。そこはもうブレずにやっていきたいなと思います。青木さんはたくさんのジョッキー、それから何て言っても青木さん本当にたくさんの調教師の方とお付き合いされてこられましたけれども、福永新調教師にはどんな厩舎像を期待されますか？ジョッキーはね、僕は晩成型のジョッキーもたくさんいたかったと思うんですけどね、調教師の晩成型っていうのはなかなか描けないんですよ。ですから今年、数日後に開業するんですけど、ダッシュですよ。もう出だしから飛ばしていかないと。そうですよ、出だしは引き継ぎなんでそれもありでね、夏の後は最後の調整しますからね。でもとはいえ1回目使ってみて、やっぱり自分が管理して作ったのはまだ家で見られるし、それは当然注目されてるのは分かってます。予定では来週土曜日にと阪神競馬場で早速、ただ抽選なんですよ。あ、なるほど入るか、なるほど入れば土曜日またここでパドックで、うわー、どのジョッキーをこうね、福永さん、はい、負けますか？ジョッキーも決まってるんですけど、はい、やっぱり水曜日までは、はい、あくまでも前の厩舎の所属馬なので、その馬を僕が来週どこどこ使って誰乗せてっていうのはちょっと違う、まだ違うかなと思って、そこは水曜日に、はい、発表させていただいて、楽しみとは思います。ということで本当に、もうあっという間にもうちょっと時間が迫ってきてしまいまして、ではそろそろお別れの時間が迫ってきたわけですけれども、どうでしょう。福永厩舎、青木さんもまた大中とか行きたいですね。なんかちょっとこうコーヒーの飲みにね、遊び行きたいですね。そうですね、昔の厩舎ってのはね、はい、探し厩舎の時にはいつもビールが置いてあってね、楽しい雰囲気で開いてきたんですけど、はい、今もう使いますダメです、アルコールダメなことだけどダメですね。じゃあちゃんとコーヒー飲みに青木さんもぜひ、ね、そうですね、コーヒーぐらいが出してくるでしょう。福永さん、ぜひ調教師になられて難しいと思いますけれども、今日はこうやってちょっと阪神競馬場の場所を借りて、公開収録させていただいておりますが、またちょっと難しいと思います。月曜の夜、大阪市内の方にちょっと番組出てくれません？それ大きいです。使えるような馬がね、作れればいいですので、呼んでもらえるように頑張ります。本当に期待しております。ぜひファンの皆様も福永厩舎応援される方多いと思いますが、皆さんどうでしょうね。すごい、ユーザーの方はうちを作ってくださってる方もファンの方も多いと思いますので、本当にたくさんの方、新しいスタートを応援されていると思います。じゃあ、福永さん、ではお別れになりますので、土田ファンの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。そうですね、いよいよ、水曜日から開業する運びとなります、ね。最初はある程度、手先の状態でのスタートダウンもありますけど、もちろん、他の、ね、新人調教師よりははるかに注目された方の中でのスタートとなりますし、その中でさっき青木さんが言われたように、早くも結果を出さないと、トータも早いとか、見切られるというんですか、でもそれは、直近時代も経験してきたことなんで、その辺に関する、メンタル的なプレッシャーはあまり感じてなくて、それよりも自分が思ってたようにいいスタッフが集まってくれたので、彼らと一緒に新しい馬作りができることを非常に楽しみにしております。また、ファンの皆さんに、応援してもらえるような馬をたくさん作り出せるように頑張っていきたいと思います。青木
木さんからもぜひ激励の一言お願いいたします。じゃあ来週ウィナーズサークルでお会いしましょう。ぜひこれは全然ですので、ぜひ全然コンパスターパス君には福田さん、まずこのパドックで、そしてウィナーズサークルいいですね、青木さん。ぜひ、ファンの皆さんで大きな歓声がお迎えするなということになるのもまた楽しみが広がります。改めまして、ジョッキールーム公開収録スペシャル、本日のスペシャルゲストは福永雄一調教師にお越しいただきました。福永さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。